お疲れ様です。今日の試合はこちら、ラバディがやってきます。さあ現環境ですね、ラバデッキもものすごい流行っていますんで、そのうちの一つのね、ラババルーンではなくラバディがデッキ今日はねやっていきます。で呪文が、ボイドシンクザップですね。はい、なんかボイドプラスヤナアメも、結構あるんですけど、まあ、シンクザップね、加砲されたけどまだまだ、戦えるかなというわけでね、はい、この方でやっていきます。でまあ基本的にはラバデッキね、初手ラバものすげえ強いです。はい、ハシマイプリン、エイム優秀すぎ、マジかよ。さあってことで、相手のデッキはここ最近ね動画でも何回か紹介した、さあプリンセス入りの、まあディガポイ、ゴブリンドリル、まああとは枯渇デッキ、まあ稀にクロスボウとかもあるかなというデッキかな。打っちゃうかな、さあだろ。いやボイドね、なんだかんだ強いよな。まあなんかその全盛期より減ったのかな、どうなんだろう、減った気もしなくはないが、まあ全然いるっちゃいるよね。さあこれね許容しちゃおうかな。だいぶ怖いんですけどこの許容。まあロケットの可能性もあるか、ポイじゃなかったら嬉しいなっていう感想があります。あそこをね、しばけたらまあ勝ちですけど、しばけなかったら負けみたいな。え、ヤナメだ。いや、でも、リトプリしばけて、これメガゴスケドラがさ、残る、なんならこれ、しばいてもいいが、まあまあまあ、自陣で適当でもいいか。いや、いいね。いや、打ってもいいな。なんかまあ、ババ出して、相手にコスト使わせてもいいな。マスカラでもヤナメなんで、なんだろう、ゴブリンドリルっぽい、ああディガーでしたね。さあ流行りのプリンセスディガーね。まあ残り474はまあボイドとザップで削ってもいいが、まあ、このラバだけで正直削れると思うんで。おい、飛来神が来るね。なんか後ろにね、もうラバの後ろにこれ出しておけば強いんでね。でまあ適当に這い出して、もうボイザップとかでさ解けないかな、よいしょ。やばっ、これ気持ちよすぎん。でもあれは落ちるっしょと思ったけど、相手ヤナメ持ってたわ。あれ。これもしかして、もしかしたりするんかな。いやーまあ一応怖いんで左側をちゃんと守るね、顔だけして。よいしょ、いやこれでもう守れば。絶望フルカウンター、あのカウントもな最近なんか。ぶっ壊れ領域来てると思うんだよね。よいしょ、まあダガーに対してやっぱ特に強いね。そうラバー溶かすのに、まあ、ダガーがもう疲れ切っちゃって、そのラバーの攻撃何にもできないんでね。まあ、あとはラバプラスボイドの、組み合わせもものすごい強いです。今までね、基本的にマスケット重視とかウィザードとか、まあ、リトルプリンスとか、まあ、テストラとか、結局ね、そのファイボプラスザップとか、まあ、ライトニングとか、結構ね、コストを使わないと突破できなかったのを、まあ、ボイドだけで仕分けるんで、なんか同じようなデッキ対決っすね。はい。まあ、ダクレネーブンちょっと嫌な流れではある。おー。スケドラ。スケドラじゃない、ダクネフェニね。はい、まあラバ対決ですね。うちのスケドラの働き働き量だいぶ変わってくるが、こうなった時点でも苦しいみたいな、ちょっとめんどいっすよね。お散歩できたらだいぶ理想。いやいいね。でこの、まあ、ディガーのダメージちょっと痛いんですけど、まあ、ちょっと痛いよね。だいぶ痛いね。いやまあケツラバでいきますか。で相手は同じだけどメガゴかフェニックスなのかな。おお、まあさすがにこれはババがある。俺もやっぱあの一手が結構痛いやつだ。フェニックスに対して勝てないのでメガゴ追加いきたいな。俺メガゴででも勝てんのかなっていう。
話も出てきちゃった。逆に、あ、マジで最悪。うわ、いやいや、ちって、いちって、いちって、いちって、このダクレもったいなすぎる。いや、これザップ暇になるんで、手札回ししとくか。いや、マジで同じようなデッキだ。正直、ラバダクレ組んだ方が有利ではあるか。いやー、まあ、同彩行くか。同彩行ってから考えましょうか。まあ、ショテラバー、なんだろうな、クラルファの公式大会でも当たり前で当たり前にね行われるぐらいの強い攻めなんだよな。え、おいしい、それなんか行っちゃってもいいんじゃない。ババでなんか進化ザップとかあるし、うん、強そう。ババがいい。オッケーオッケーオッケー、さあさあさあ、進化ババでラバの下にね振り込ました。ババがいい感じになってる。で、相手はまあ多分同じなんでボイドザップだと思うんですよ。いや、これボイドザップ耐えるんじゃない。進化ザップも火力落ちたんで耐えれそう。ディガー拾えば勝ちだけど、いや、これでもう一個呪文使わせたい。間に合わないんじゃない。いや、間に合うか、間に合う。いや、でも止まるもん。いや、これ守られたら、まあ、仕方ないが、それやばい、仕方なくない。え、ちょっといいボイドになりそう。いや、さすがにね、あのアドは止まりませんよと。さあ、ラバ対決制していく。まあ、正直ラバなんて本当に初手ラバして相手が攻めてきたら守ればいいし、まあ合わせてきたらね、こっちもラバの後ろに楽につけて、あとボイド打ってけ勝てるんで。やってることは単純なんだな。ねんねん、ショテラバ来い。いいね、しかも楽年もある。でも防衛用のババもある。はい、最強な手札です。はい、こんにちは。まあ、8枚プリンぐらいが一番嫌かな。でも、あとは考えない。ここまで、はい、ここまでやることはセットです。ラバダクネ。スケドラまで行っちゃいたいな。相手ラバやん。お、メガゴいけ。お、いい一体。スケドラのエムが。お、ザップ打っちゃってみな。で、まあ、ファイボとかもありそうだけど、相手。まあ、なんか意外とクリストナでリガー行って、あとは見守りね。さあ、やらめ打っても。いやー、この光栄がね。もう、ダガ寝てるんだね。はい。え、もしラバって、終わってるか、やってることも。まあでもこれで勝てるだけのねデッキパワーあるんでね。もしラブダクにしてザップ打つかボイド打つかディガー飛ばすかみたいな、まあ、そんだけなんだよな。アホ杖ラバ時代よいしょ。まあラバはね弱点といえばクロスとかかな。でクロスもまあそのラバメタかつ普通には強いんで流行ってるんで、まあそこ行くとちょっと戦いにくいかな。よいしょ。まあでも絶対勝てないとかでもないし、まあ俺、まあ、ババアとかでバルキリー咲いたぞ。でヤナアメザップだったっけ。ヤナアメボイドなのかな、なんなんだ。いや、わかんねえ。胃がつなげちゃうかな。これスケドラで折れそうじゃね。おい。やば、恐ろしいな。ラバデッキ。さあ、サラチです。さすがにね。相手も諦めですよ、ね。というわけで、まあ、初手ラバしてください。ラバデッキって、ほんと初手ラバが強いんで。なんかもうちょっと特殊かもしれないんですけど、なんか昔はその1倍タイム守ってとかありましたけど、時代は変わりました。初手ラバです。初手ラバしてなんか勝手に突っ込んどくのが強いね。まあそれもやっぱボイドあるかとか環境とか進化とかいろいろあると思うんですけど、初手ラバダクネしてください。そしたら基本的に勝てます。なんならどんだけ上手いプレイヤーも手札事故っててみたいなんでね、はい、ワンパンできることもあるんでね。
でまあショテラバして基本的に逆サイ守れそうなら守った方がいいな。なんかラバルはやっぱ一発で破壊する力あるんですけど、ラバディガーってそのワンパンするほどの火力がね出ることはまああるっちゃあるけど、バルーンよりはないので基本的に守れそうなら守った方がいいな。さあまあラバ展開してドリルか。まあこれババがあったら最高だったんですけど、まあ守ります。まあディガ使っちゃっていいんじゃない。まあダクネを使うのはどうなのかなとも思うんですけど、まあこれテスラに打ってもいいかもな。まあリトプリ来ちゃうかな。うん、まあ、打たなくてもよかったかなそれならっていうまあ難しいところではあるが、意外とこれでちょっと削れてんの熱いな。いやーまあでもあれが出てくんのやだな。ザップ打っとけばリトプリ飛ばしたかもね。でも相手はポイズンだったっけ。よいしょ。まあスケドラ先行しちゃうが、まあ守りですねここは。はい、で次はまだ通常テスラでリトプリ入りようみたいな感じか。まあダクネ組んだから考えようやで、ミスってるよ。おいしくないこれ。さすがに飛ぶ。まあ延命うまい。いやでもおい強すぎだろ。やばいやろ。3コスであそこ初戦のが強すぎてやばい。さあしかも最強バーバリアンでこれ相手ボンバーも見えてないんで全部守れるな。はい頑張れー。で私はゆっくりまたね形組んでいきます。でこれ頭上のメガゴ最強ですで俺は後ろから出してスケドラでちゃんと守ります。はい第一ね、守るだけ相手うざいと思うんで、はい、さよならして、あー左足偉い。まあポイズン偉いな。いやいい防衛されてはいる。まあしばけたら理想。いいねしばけんね。これにザップっとこうかな。進化テスラ強えな。まあけどさあ時間的にもうね勝ちですよというわけで、なんか本当にラバー短期でも攻めれる時代になっちゃったな。最悪ディガーもバルーンも飛ばせなくても、まあ、ラバーだけでダガーにプレッシャーかけれて、でもう一枚ね、まあテスラでもユニットでも何でもボイドで倒せばいいんで、もうラバドボイドあれば戦えちゃうよ。最悪ディガーもいらない。さあショテラバがないので、まあない時はなんかまあない時困っちゃうな逆に。どうしようまあない時は進化を回すか、適当にゆっくりしときましょうか。はい、ラバ展開できれば有利なんでね。あーまあ LSP の時点でまあ最近ちょっと多い。おー待ってボイド来たな。おいロイジャイボイドだ。ハイボなけりゃババゲーができそう。しかも次進化ババや。ダガーなんで普通のこのババうざそうだな。まあ手札回しすぎるがザップ打ってないと削っとくか。まあまあまあ、いやさすがに出してもよさそうで、ボイドでしたね。珍しいロイジャイボイド。ワルチさんこんにちは。まあ角度変えて、まあボイド小さいな俺も。マスカラ？ハルチェってボイドで飛ぶんかな？あ、延命うまっ。やばいそれ。
いやでもまあまあ今なんでザップっとこうで、まあ進化ザップを回しながら、さあペッカロイジャイペッカロイジャイファルチェ。いやーまあ意外とペッカの受けがねえか俺。いやーでファルチェをしばくれんですけど、今で延命されてやだな、ワンチャン。いやそうなんですよワンチャンこれね逆になるんですよね。いやーからなこれ、まあ橋前ペッカもあるんですけど、まあ最悪捨てたっていい。いやまあ俺は守るか。うん、ファルチ飛んだ後なんで、なんかまあちょっとプレッシャーかけても良さそうっていう。でも回転早かったな相手。おーすごい防御率。そんな素晴らしい防衛になるもんなんですか。シンクザップでワンチャン寝ろ。もうちょっと寝てほしかったな。まだこれ足前ちょっかいかけてもよさそう。ラバ削りっすねこうなったら。で今ロイ用にコストだけ残して、マジラバ削りちょっと強いんだよなこれ。で相手ファルチェしかいないんで、そう思えば、うん、ファルチェだけもうぶっ飛ばせば。さあで、いやもうラバが一生削ってるわ。で飛ばしてまたラバ削りっす。ね、ファルチ単品ぐらいだったら相性良さそうだな。ね。ちょっと豪快点だけど。さあ、まあ俺タワーと一緒でも削って、削ってみたいな。おい。いやもう、まあ、逆算行ったらよかったな。ケツファルチ来るだろうなのタイミングだったんで、明らかに。まあ同サイでも勝てないことはなかったけど、なんか、ちょっと怖かったかもね。逆に逃げたことによって、はい、よりプレッシャー与えられたかなっていう、はい、まあそんなあんま考えずにラバ出すけどラバ出してから考えるかんな。メガゴだけで止まったら天国だな。天国かこれは。まあラバダックに組んで、まあダクネの出す位置とか適当だからな。リトプリ来たらないの。あ、これ柳なりそうだな。あー、柳なりそう。キムザップ。柳目のタイミング事故らす。でかいそんな思った通りになる。いやー、ヤザップか。ちょっとめんどいね。これ、進化ウィザードも、いや、ボンバイタか。ボンバイタなら進化ウィザードはいねえか。と思いたいが、ワンチャンいてもおかしくない。いやー、体育2枚でボイドやザップみたいな可能性も結構あるな。スケドラ強そう。ウィザードいなきゃね。いや、熱いね。正直。前で柳になるんでね、結構楽に防衛できてるって感じだよな、これ。斜め強すぎるなぁ。まあ守り警戒のダクネ出して、多分ボイド、多分ボイドだよ。いやこれババなんか残しとかないといけねえよな多分。いやさすがにファイブはないよな。あー逆、まあメガがもったいないが、まあそんぐらいやろっていう。さあ、まああとはちまちま削りながら守れりゃ勝ちですね。まあ、シンクザップサイクルやばいね。でもフェニーをボイドで飛ばせばいいんだ俺。気づいた。これであと守ってラバ削り来た。ラバ削りなんだよ時代は。ラバだけで削んの。
でババあるでしょこれ。ワンチャン起用されんな。でここで冷静のルアネ守る攻めたくもなったんですけど守ってもいい。いやフェニーが強いんだよ。ババるし、ね、いやラバーねこの耐えができるんでちょっと強いんだよな。卵生まれるなこれ。まあ守りは勝ちだなこれ。またこの流れはサイキョババあるよ。熱いね。リガーで削ってもいいな。どうせ穴埋めあるし。いやスケドラ追加も熱いこれ。生まれる。生まれないで。ボイドル削っちゃおう。いや瞬間守る顔してリガーで削る。ザップで削る。オーケー素晴らしいね。ちょっと良すぎたね。途中のねやっぱラバーは出したくもなるが出さずにのババメガゴザップとかの適当な耐えがねやっぱできるからな。これボイドに対してちょっと強い部分ね。ファイボだったらさすがに危なかったか。まあヤナアメザップにね結構余裕で戦えるので、うん、まあラバ削りね本当にラバボイドだけで攻めは成り立つんで、あとカード6枚すべて防衛に使ってもいい。もう強すぎるそれ。最近のトレンドきた。いやーこれまあなんもないんで後ろからダクネでワンチャンっぽい打たれるかな。まあリトプリンボイドちせえな。プリンか。うんこ美味しい。あバレル型ね。普通のコカッちゃんか。スケーレスピー。まあ、これプリンがないんで足前ちょっと熱いで。バレルもね進化スケ来たら終わりさすがに。いやこれ巨氷もあるなここに来てマジやばい本当に怖い。ふざけんな。いい部屋ないかいい部屋ない話が変わんだよな。いやプリンが右向いてくれたら美味しかったな今の。えぐいいフェイスケレスピか。いやそりゃ強えわこれ。バレルも来るわ。あ待ってミスった。あやべえメガゴいやそりゃいい部屋だ。ザップ落ちたしな。これまあグッドゲーム言っときゃ諦めたが出るんじゃね。まあこっからでも勝てるみたいなとこあるよな。インフェね。インフェをしばくだけでいいので俺は。まあボイドザップでインフェ飛ばすか悩むが進化ザップがちょっと熱い。えら。うわー、その進化ないとアホつえな。対空全部あれか。え、うわうめえ。てか進化ないと強っうわ持ってねえ。てかなんか
これ折ることができてればなんか流れ的にいきそうだったけど耐えられちゃったな。チェホンマンみたいな名前してたやつうまかったな今。いやー進化ないと強えな。ダメージカットが結局ね優秀だね。うん、さらばを出したいな。まあババセパでもいいか。進化もあるしな。さあこんにちは。はい、リトプリね。まあこれまたプリンセスデッキの可能性も全然あるか。あーまあジャイの方が濃くはなるか。なんか嫌なねメガをババセパしたことによってちょっと苦しいみたいな。まだも耐えます。はい、結局守るの大事なんでね。ラバデッキはゴレとかと違って防衛していかなきゃ。ラバディガは特に。でも相手のデッキはまあよく見るジャイか。こんにちは。まあ次はババで守れるんでちゃっちゃ自分の攻め優先してあげて、でリトプリフェニカどっちをボイドで飛ばすかなんですけど、スケドラ追加とかもあったら欲しかったが、リトプリ飛ばしたいか。いや、フェニカ飛ばしちゃうか。警戒エロ、柳があると話が変わんない。柳なんねん。柳もあんの。なるほどね、しっかりあるね。来ない、来る。いやーよかった。さあまあヤナメ持ちなんで結構長い試合になるねこれは。ライトニングみたいな話あんのか。ちょっとありそう。怖っ。おーなるほど、ボイド座で両方解けるみたいな幸せプラン。ついやーまマジで強いやん。なんかダクネとかだったらいいんだけどな。フェニリトプリ、まあでも流れはねちょっといい俺と思いながら。どうなんだ。流れはいいよと思いながら依頼しよう。なんか悪くはないよな。いやそうなんですよ。なんか悪くはないんだよな。いやめっちゃいい流れじゃないこれ。ヤガメが強いし、あとなんかこいつがうぜえな。さっきからいやこれヤガメ、ヤナアメとかいうカードさ、いつ加工されるんだ。ラバ使いはみんな思ってるか。いやでもここのサイクルかあるとするならば、まだあるなこれ。いや流れはちょっといいんだな。待ってくんのかなあいつ。あるんじゃねマジ。ザップってこれヤナアメ逃げたい。ね来た。え
やば。あぶねえ。いやでもこの耐えできんのはね、でかすぎたな。正直負けたと思ったわ。ナイス。お、チャンピオン。いいね、エリートワイルドカードになります。だからヤナメね、ちょっと戦いづらかったですけども、ラバね、今ものすごい強いので、ぜひ皆さん、初手ラバで、戦ってみてください。よければチャンネル登録をおっしゃってた、おっしゃってたね。